はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、マイナポイントにペ、PayPay ペや D 払い、楽天ペイなど、キャッシュレスに関するニュースをサクッと紹介ということで、今回はキャンペーンの情報とは別に、キャッシュレスに関するちょっとした情報、もしくはこうニュースをお伝えしていこうと思います。まあ、これまで僕の動画のおまけの部分でお伝えした内容も含まれておりますので、まあ、おさらい方らそれも合わせてですね、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。 それではまず一つ目からですね。今出てるようにプリンがゆうちょ銀行に対応ということですね。これ本当待っていた方っていうのは多いのかなと思います。なので今後はこのゆうちょ銀行からプリンに入出金ですとか送金ができたりがします。ちなみにこのプリンというアプリは無料送金アプリということなんですけども、送金以外にもお金をもらうことができたりですとか、あとはもう決済もできるスマホ決済のアプリですね。 そして、このプリンのすごいところ、ま、簡単にだけお伝えすると、ま、僕が一番魅力的だなと思ってるのは、今出てるように、セブン銀行 ATM から出勤する際に、なんと手数料無料で現金を引き出すことができます。ま、これ何度か動画でもお伝えしてるんですけども、なので、急遽現金が必要であったりする際、ま、あると思うんですよ。で、その際は、プリンと口座を連携していれば、キャッシュカードがなくて、サクッと現金を下ろすことができます。ま、先ほどお伝えしたこのセブン銀行 ATM からなんですけども、 まあ多分ですね、そのうちプリンに関する動画、いつか改めて動画作ろうかなと思っておりますので、まあそれもまた待っていただければと思います。ちなみにこの公式ページにも書いてあったんですけども、ゆうちょ銀行の口座数って約1億2000万口座もあるみたいですね。まあ僕自身はゆうちょ自体ほとんども使ってないんですけども、ここまで持ってる方がいれば、まあ普段の生活でこのプリンを取り入れれば、まあさらにまあ便利になるんじゃないかなというふうにも思います。 思いましたそれでは次も行ってみましょうじゃんということで、セブンイレブンで非接触決済のカード決済に対応ということですね。非接触決済とは、今写真にも出てるような、かざして決済できるタイプのことですね。ちなみに、交通系電子マネーの Suica、もしくはこうスマホ決済とかだったら、タントンでおなじみの ID 決済とか、あとは僕の好きなクイックペイとか、まあ、クイックペイなどが、まあ、そういった非接触決済に該当します。 それが今回はセブンイレブンで、まあクレジット、デビットカード、そしてプリペイドカードの非接触決済が対応するということになります。まあ以前視聴者さんからのコメントでもあったんですけども、まあ今だと例えば今度出る キャッシュ。新しいビザプリペイドのキャッシュですね。まあ、これに関しても、そういった非接触決済の機能を持ってるので、まあ、それも対応するということになりますね。で、今持っているカードであれば、例えば、三井住友カードを作られた方も、ま、それに対応してたりとか、今だと、ま、アメックスとかも非接触決済に対応してたりするので、そういったカードは、こういった風にかざして決済ができると、セブレムでできるということになりますね。なので、ま、店員さんにカードを渡すこともないですし、サインも暗証番号もいらなくなるので、より、 スムーズにお会計ができるということになります。いやだけど本当かざすだけでかあのお会計ができるって本当に便利ですよね。 あと、昨日のライブ配信でもちょくちょくコメントいただいてまして、もしそのタッチ決済をする際でも、お会計の際に店員さんには、クレジットでってお伝えしてもタッチ決済が可能みたいです。もちろんそのタッチ決済でっていうのもいいですし、クレジットでってどちらかお伝えするということですね。まあ僕もいくつかタッチ決済可能なカードを持っているので、2020年の6月からセブンイレブンでもできるということでしたので、まあその時は早速使ってみたいなと思っております。それでは次も行ってみましょう。じゃんということで、ドド ドトールコーヒーでも国際ブランド付きクレジットカードの掲載サービス導入ということで、先ほどのセブンイレブンにも関連するんですが、あのドトールコーヒーでも掲載方法が増えます。これまではある程度の交通系あとは ID 掲載、そしてクイックペイなどの電子マネーは対応していたんですけども、今回はそれに加えて、ビザのダッチ決済、そしてマスター、JCB、アメックスなどのコンタクトレス決済に対応するということになります。まあ先ほどのセブンイレブンもそうなんですけども、まだまだ この非接触決済っていうのが可能な場所も増えてきそうな予感はしますね。ということで次行ってみましょう。 ドンということで、先ほどの電子マネー関連の話題にはなるんですが、沖縄県のモノレールでなんとスイカが対応するということですね。これ、沖縄に行ってモノレールに乗ったことがある方ご存知だと思うんですが、実はですね、これまであのモノレールでスイカが使えなかったんですよ。これ、公式ページの画像なんですが、僕は去年ちょっとあの沖縄に行きまして、そこで気がついたんですけども、沖縄のモノレールはこんな感じの切符に QR コードがついているので、それを改札で かざして、まあ、通るという感じで毎度その切符を購入するのが結構面倒だったんですよね。それが今回スイカなどが対応するということになります。 対応する日程としましては、3月の10日からということで、沖縄のモノレール全線で使えるみたいです。で、他にも、スイカ以外に、たか、パスも、マナか、トイか、ピタパ、イコか、早掛け、ニモか、スゴかも利用が可能ということでしたので、観光とかで沖縄に来られた方はもうまくこれ使えるんじゃないかなと思います。 以上が沖縄のモノレールでスイカが使えるということでした。それでは次、最後ですね。ドンということで、最後はマイナポイントについてですね。マイナポイントについては以前動画でもお伝えをしているので、簡単に流れだけお伝えします。これが一覧なんですけども、ま、あその詳しい内容については以前動画に作っているので、下に概要欄にリンクを貼っておきます。まずこのマイナポイント、どんな流れになっていくかということなんですけども、この、 ご自身が持っているペラペラの紙タイプではなくて、カードタイプのマイナンバーカードを使います。そこでマイキー ID というキーを取得してから、2020年の7月から7月から好きな決済サービスを一つ選択して申し込みを行います。まあその決済サービスっていうのはスマホ決済であったりとか、まあペイとかそういったあと電子マネーっていう風になりますね。 次に2020年の9月よりその選択した決済方法にチャージをして、ここでマイナポイントが付与されるということになります。 あとはその付与された分も含めてペペとかで使える場所でいつも通りお買い物をするという流れになります。ちょっとこれ簡単すぎてあまりイメージが湧かないかもしれないんですけども、これもまた改めて一つの動画として作ります。ちなみに還元率は25%で還元上限が5000ポイントまでなので、まあ2万円分で上限に到達するということになります。ちなみに今回発表があったのはこの2番の部分ですね。その好きな決済サービスというのが発表されまして、 それがご覧のようなサービスが対応するということになります。まあ、パパッと読んでいくと、ファミペイ、メルペイ、ホロカ、マネーサービス、スイカ、au ペイ、d 払い、電子マネー、ユメカ、J、JA、コインペイ、コジカ、リスノウレットサービス、ペイペイ、ナナコ、ラインペイ、ワオン、楽天ペイ、ビビカ、クマモンの IC カード、ギフトカード、FKD ハイカード、電子マネー、オレボポイントカードという感じですかね。ちょっと読み方が合ってるかわかんないんですけども、多分まだまだ増える 感じかなと思うんですが、始めた聞いたものもちらほらあるので、まあ、これがどん今後どんな風にまだ増えていくかっていうのはちょっと興味深いところではあります。で以前まあのマイナポイントの動画を出した時もお伝えしたんですが、まずその紙タイプ左側のその紙タイプの通知カードを持っている方は、もしそのマイナポイントを利用したい場合、早めにそのマイナンバーカードの申し込みをしていくことを もう強くおすすめします。多分ですね、このマイナポイントのキャンペーンが始まったらキャンペーンというかサービスというのかわからないんですけども、これが始まったら、 確実にその申し込みに関しては混み合う場合があるので、今のうちに申し,お申し込んでおくことを強くお勧めします。もちろんですね、無理にとは言いませんが、ご自身でよく考えた上で申し込んで準備しておくのもありなのではないでしょうか。以上がマイナーポイントについてでした。今回お伝えしたことをまとめとですね、プリンが悠長に対応ということ。で、セブンイレブンでカードタイプの非接触決済を導入するということ。で、ドトルコーヒーも同じく。で、あと沖縄県のモノレールでスイカが対応するという そしてててマイイナポイントこのつつについいお伝えをさせていただきましたまあ、そんなこんなで今回は、今週あったキャッシュレスに関するニュースなどの情報を簡単にまとめさせていただきまして、まあ、この中で何か気になるサービス、もしくはキャンペーン、まあ、キャンペーンというのも変なんですけども、気になる何か情報ありましたでしょうか。まあ、僕的にはやっぱり一番下のマイナポイントですかね。今は、そのキャッシュレス消費者還元事業というのが行われて、それが終わってからこのマイナポイント がスタートするという流れだとは思うんですがまあ実際にスマホ決済も全然使ってない方からしたらマイナポイントの普及率的にもどうなっていくんかなって個人的には気になるところでありますまあむしろそれをする意味って本当にあるのかなみたいなっていうのはちょっと思っちゃうところではありますぜひ何か思うことなどがあれば下のコメント欄に書き込んでいってくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうも ありがとうございました多分ですね、僕の Twitter などをフォローしていただいている方であれば、もうご存知の方多いと思うんですけども、今のローソンのアプリから、カフェラテの M サイズが無料で飲めるクーポンというのが届いております。 一日一杯無料クーポンということで、2月の22日、今日の22と、そして明日の23、そして24日に関してはカフェラテの M サイズのホットが無料でなんと飲めちゃいます。なので、この3連休の間にお出かけする際にも、まあ、うまく利用してみるのもいいのではないでしょうか。一応、これに関するリンクも貼っておきますのと、あともうすでにローソンのアプリを入れられている方は、そこからアクセスしてこの画面にたどることもできますので、ぜひですね、利用 してみてみくださいまあこういったトレンドの情報やちょっとした僕のオフな日常などはあのインスタグラムとかツイッターにもアップしてますので是非ですねフォローしていただくと嬉しいですということでありがとうございました。